脊髄損傷は、主として脊柱に強い外力が加えられることにより、脊椎を損壊し、脊髄に損傷を受ける病態である。また、脊髄腫瘍やヘルニアなど内的原因によっても、類似の障害が発生する。略して、脊損とも呼ばれる。脊髄を含む中枢神経系は、末梢神経と異なり、一度損傷すると修復、再生されることはない。現代の医学でも、これを回復させる決定的治療法は未だ存在しない。損傷の度合いにより、完全型と不完全型に分かれる。完全型は、脊髄が横断的に離断し、神経伝達機能が完全に断たれた状態であり、不完全型の場合は、脊髄の一部が損傷、圧迫などを受け、一部機能が残存するものを指す。完全型の場合、損傷部位以下は、上位中枢からの支配を失い、脳からの運動命令は届かず運動機能が失われる。また、上位中枢へ感覚情報を送ることもできなくなるため、感覚知覚機能も失われる。つまり、動かない、感じないという状態に陥ることになる。しかし全く何も感じないわけではなく、受傷部位には疼痛が残ることが多い。また、実際には足が伸びているのに曲がっているように感じられるとか、痺れなどの異常知覚、あるいは肢体切断の場合と同様、麻痺やで本来感じないはずの痛みを感じることもある。受傷後、時間が経過して慢性期に入ると、今度は動かせないはずの筋肉が本人の意思とは関係なく突然こわばったり、痙攣を起こすことがあり、これを痙攣、または痙縮と呼ぶ。感覚、運動だけではなく、自律神経系も同時に損なわれる。麻痺やにおいては、代謝が不活発となるため、外傷などは治りにくくなる。また、汗をかく、鳥肌を立てる、血管を収縮、拡張させるといった、自律神経系の調節も機能しなくなるため、体温調節が困難となる。かつては、脊髄損傷患者の寿命は健常者に対し、大幅に短縮されるというのが通説であったが、現在では、医療技術の発展に伴い、およそ 5% 程度短いだけの平均寿命となっている。その分脊髄損傷患者の生活を改善する必要性が増していることになる。人の脊椎、人の脊柱は、上から順に、頸椎、胸椎、腰椎、仙椎を C に分けられる。損傷箇所が上に行くほど、障害レベルは高くなる。他者に、障害の度合いを説明する際、C5 の完全型、S12 の不完全型等と表現することで、障害レベルをある程度伝えることができる。仙骨以下では排泄、勃起などの機能に支障をきたし、下部胸椎から腰椎では、両下肢が麻痺し、車椅子の生活を強いられる。排泄が自力では困難となることは本人のみならず、家族など介護者にとっては大きな負担となる。上部胸椎では、腹筋背筋が効かなくなるため体幹の保持が困難となる。さらに頸髄を高い位置で損傷すると、手指だけでなく呼吸筋まで麻痺し、人工呼吸器なしには生きられなくなる。神経診断学の知識を用いれば、ある程度は損傷の部位を想定することができる。C3 は横隔神経を支配するのでこの部位が障害されると自発呼吸ができなくなり人工呼吸器を用いなければならない。呼吸中枢は脳幹にあると考えられているので眼球頭振り反射が陰性の場合は同様に危険な状態である。C5 は上腕二頭筋を支配するのでこれが障害されると自力で肘が曲がらなくなる。C6 は手首を背屈させる。C7 は手首を屈曲させ、上腕三頭筋を支配する。C8 は指を曲げることに関与し、C1 は指を開いたり閉じたりする運動に関与する。それより、下は運動神経ではなく、感覚神経で評価する。S4 は乳首周辺の感覚に関与し、S7 は健常突起周辺の感覚に関与する。へそ部がS10であり鼠径部がS12である。頸髄損傷は C6 あたりで起こることが頻度としては多く、C5 が麻痺していないため上腕二頭筋は収縮ができるが、C7 より上位の損傷の場合は麻痺しているため、上腕三頭筋が収縮できず、肘を自力で伸ばすことができない。現在日本には10万人以上の脊損者がおり、毎年5000人以上が新たに脊髄損傷を負っている。1990から1992年の調査によると、受傷原因の割合は次の通りである。交通事故高所からの落下転倒打撲、下敷きスポーツその他近年はスノーボードなど新たな受傷原因となるものも出てきており、構成は変化しているものと思われる。事故の防止、101事故にあった際の体の保護の重要性が増している。特に交通事故によるものでは、オートバイ乗車中の事故を見過ごすことができない。件数自体は四輪車によるものより少ないが、オートバイ人口自体が圧倒的に少ないので、率としては高くなる。統計及び防護策についてはオートバイ事故に対する社会的責任、オートバイライディングギア参照。また2005年の福知山線脱線事故による脊髄損傷者は20人以上に上ると見られている。頭部外傷で脳圧が高まっている場合は首を屈曲するとそれだけで脳が頭蓋骨から引き出されるので、脳ヘルニアが一気に悪化する。頸髄損傷の場合は首を屈曲すると、さらに障害を広げるのは当たり前である。そういった意味で、多発外傷や鎖骨より上部の損傷がある場合は、頸髄損傷があるものと考え頸部を中間くらいで固定し、ネックカラーを装着する。脳浮腫が起こっている場合は、急速輸液を行うと、脳浮腫を助長するため禁忌である。脳圧硬化剤を使うべきである。脊髄損傷が起きると、神経原性ショックが起こり、血圧が下がり徐脈傾向となる。損傷したレベルより、下の神経が完全麻痺するからである。ショックの時点では、患者が将来完全麻痺となるのかは全く予測ができない。ショックから離脱した時点で不完全麻痺であったら、回復する可能性がある。ショックは、基本的には24時間から48時間以内に、離脱すると言われているが、損傷部位や症状によって差異が大きい。48時間経過しても完全麻痺であれば、それは永続的な麻痺となるとは限らない。脊髄浮腫の程度と期間によっても左右される。不完全麻痺になれば大抵は4時間以内に回復することが多い。ショックから離脱したかどうか判定するには、多摩界面体反射を用いることが多い。指を肛門に入れて気筒、または陰核を圧迫すると肛門が閉まる。これを、球界面体反射陽性と言い、ショックから離脱した時の所見である。受傷後、急性期を過ぎたらなるべく早くリハビリテーションを行うことが望ましい。ICU から一般病棟に移ったら、時期を見て少しずつベッドのリクライニング角度を上げていく。長時間仰がしていたことにより、血圧が低下しており、急に起こすと脳貧血を起こす。次に車椅子に移る訓練になり、脳貧血を起こさないようになれば PT、手の機能に障害がある場合は OT といったリハビリに移る。脊髄損傷のリハビリテーションとは失われた機能を回復させることではない。神経が再生しない以上、それは不可能だからである。リハビリの目的は、車椅子の操作などに習熟し、残された機能を最大限に使う訓練をすることである。脊髄損傷による麻痺以外に様々な別の身体的リスクが発生する。その中でも二大合併症と言われるのが褥瘡と尿路感染症である。褥瘡はよく床ずれと言い換えられることがあるが、実際にはそのような生優しいものではなく、血流障害による皮膚の壊死である。通常、長時間同じ姿勢で座っていたり横になっていると、接地面の血流が不足し、痺れるので無意識的に座位を変えたり寝返りを打ったりしているものである。ところが、脊髄損傷によって感覚を失っているとそれが知覚できず、圧迫された部位が血行不良となって組織を侵してしまう。筋肉を自力で動かせないことによって肉が落ち、出っ張った骨が薄い皮膚を圧迫することもこれを助長する。最初は皮膚が赤らむ程度から、最も重篤な場合には神秘を突き抜けて、死亡層までえぐられるように壊死を起こすこともある。上述のように、皮膚再生能力も落ちているため、こうなると数ヶ月に及び入院が必要となることも珍しくない。最も多い発症部位は、仙骨部の突出部で、次いで、くるぶし、背中などである。これを防ぐには、定期的に体を持ち上げたり、頻繁に体位を交換するしかない。尿路感染症とは、尿道から有害細菌が侵入することによって、引き起こされる様々な障害のことである。多くの積損者は、自力で排尿できないため、カテーテル等を使って、導尿を行う。この時、カテーテルを介して雑菌が尿道、膀胱に入り、炎症や敗血症の原因となるのである。女性の場合は、尿道口と肛門の距離が近く、尿道の長さも男性より短いため、リスクはより高くなる。排尿時には、手指や器具の清潔を徹底し、尿が濁ったり発熱があったりした場合は速やかに医師の診察を受ける必要がある。破壊された脊髄を再生し、再び機能を取り戻すことは、全世界の脊損者の願いであり、様々な分野で研究が進められている。米国において、受賞直後、48時間から72時間以内であれば、大量にステロイド剤を投与することによって、後遺障害を抑える効果があるという報告がなされている。しかし確実性に疑問があり、副作用についても確認がなされていないこと、比較的若年の再生力の強い患者以外には効果が薄いと言われていること、またこの方法は日本はもとより米国においても州によっては認可されておらず、未だ一般化していない。2005年7月には関西医科大学において、やはり受賞直後の患者に対し、自分の骨髄液を培養して脊髄に注入し、幹細胞の増殖を促すという方法の研究を進める計画が報じられた。研究段階ではあるが2009年7月に米国科学アカデミー機要に掲載された研究論文によると食品添加物の青色1号の一種であるブリリアントブルー G を脊髄損傷したラットに投与すると回復が見られたとされる。損傷後4時間以内に投与すれば二次障害の炎症を抑えて永久的な麻痺を回避できる可能性があり、研究が進められている。2014年6月16日、慶応大学などのグループが、事故などで脊髄を損傷して78時間以内に、幹細胞増殖因子を投与し、重度麻痺などの改善を目指す臨床試験を始めると発表。有効性が確認されれば、日本国内で年間5000人と言われる、新たな脊髄損傷患者の約8割に改善が期待できるとしている。現在最も有望視されているのが骨髄や神経の幹細胞を用いた神経再生の試みである。動物実験では部分的な効果が報告されているが人体に応用し治療に役立つには未だ基礎研究の段階であり研究の強力な推進が望まれている。主として人工多能性幹細胞、胚性幹細胞、幹細胞増殖因子の使用が研究されているが、クリアすべき課題も多い。例として、人工多能性幹細胞を用いた場合、免疫反応は回避できると考えられるものの、腫瘍となる可能性が指摘されている。また、胚性幹細胞については、免疫反応や腫瘍化の問題に加え、倫理面での問題が指摘されている。幹細胞増殖因子の場合は、腫瘍化はしないとされているが、脊髄損傷直後でないと治療効果が発現しにくいとされている。2005年現在、唯一臨床治療として行われているのが、中国の北京首都医科大学において、微粘膜細胞を注入することで脊髄の再生を図るというものである。しかし同大からは長期にわたる治療効果の検証において、世界の研究者を納得させるデータの提出がなく、激しい疼痛やエッグの入手先など問題が多数あり、日本脊髄基金では現段階で推奨できる治療法ではないとしている。2010年10月、アメリカのジェロン社が脊髄損傷の患者4人に対し ES 細胞を使用した臨床試験を開始したが、2011年11月に撤退を発表している。2014年3月6日、慶応大学の中村正也准教授らのグループが、京都市で開かれた日本再生医療学会で、脊髄損傷の患者に対する iPS 細胞の臨床研究を2017年度に始める計画を発表。対象は事故から2から4週間後で患部の炎症が治まり傷口が固まり始める前の患者となる。いずれにせよ受賞5時間を経た慢性期の患者については機械のように切れたワイヤーハーネスをつなぎ直すというような簡単なものではなく、切れたところから再び神経を生やすということになるため、仮に神経再生が可能となったとしても、正常な位置に正常な神経が到達できるかは未知数である。2018年11月13日、慶応大学の岡野秀之と中村正也らのグループが計画する、脊髄損傷の患者に iPS 細胞から作成した神経線具細胞を移植し、機能改善を試みる世界初の臨床研究計画について、同大学の審査委員会は実施を大筋で認めた。計画では、脊髄を損傷し、感覚が完全に麻痺した18歳以上で、損傷から2から4週間経過した患者4人に対し、京都大学 iPS 細胞研究所に備蓄する iPS 細胞から分化させた神経線具細胞を1人当たり、約200万個作って損傷した部位に移植。他人由来の細胞移植となるため免疫抑制剤も投与し、リハビリも行う。その後1年かけて有効性や安全性を確認する。試験は2019年に実施予定。2018年11月22日、厚生労働省の再生医療製品を審議する部会が、日プロと札幌医科大学が開発した脊髄を、損傷した患者の骨髄液から間葉系幹細胞を採取し、点滴で戻すステミラック中の製造を承認した。治療の対象は自力で歩けないなど比較的重症の患者で、損傷から1ヶ月以内に骨髄を採取し、失われた感覚や運動機能の改善が期待されるとされる。2019年2月20日開催の中央社会保険医療協議会総会で、人細胞加工製品として、ステミラック中の2019年2月26日付で、薬価基準周採が決定した。対象は、外傷性脊髄損傷で、アジア機能障害尺度が A、B、または C の患者に限られる。周採された薬価は、1回分1,495万7,755円である。受注開始は2019年4月で、供給当初においては、札幌医科大学附属病院のみへの提供となる。厳密には、治療ではないが、失われた運動機能を補助する研究が2方面から行われている。一つは、外骨格のように体にフレームを取り付け、歩行を可能にしようというもので、いわばパワードスーツに相当するものである。埼玉県所沢市の国立障害者リハビリテーションセンターや藤田保健衛生大学のワプルなど各所で研究が続けられているが、ロボット工学の発達により今後の成果が期待される分野である。もう一つは体内に電極を埋め込み、体外に接続されたコントローラーから神経に直接電気刺激を与え、本来の筋肉を動かそうというものである。すでにフランスなどで実験的な史実例がある。しかしまだ極めてギクシャクとした動きしかできず、また長く使用しているうちに筋肉が発達してくることによりコントローラーのプログラミングを頻繁に調整しなくてはならないなど、完全な実用化への道のりはまだ遠いようである。ありがとうございます。